これで俺たちの力も全部戻った。ワフルドに帰ってまた海に出るぞ。ああ、そうだな。さあ、次の島に向かうわよ。いつでも出航できる。準備。ワフルドに戻ったらアディオのやつも呼んで。うっ、うっ、よほほほほ。では宴の音楽は私。みんな聞いて。私、謝らないといけないことがあるわ。あの日、私がワフルドでみんなの力を奪ったのは、わざとなの。ぐ、どういうことだ、リム。おめえ、敵だったっていうことか。敵じゃない。みんなの力を借りるためだったの。ごめんなさい。私は、どうしてもアディオの願いを叶えたかったの。アディオの願い？私たちの力を奪って何をしたかったの？アディオの代わりに島の巨像を倒してほしかったの。そしてみんなが巨像を倒してくれたことでアディオの目的は半分達成されたわ。でもそのためにみんなには辛い冒険をさせてしまったわ。本当にごめんなさい。よくわかんねえけど、言ってくれてありがとな。力は全部取り戻したんだ。気にすんな。ありがとうルフィ。みんな、ワフルドに戻ったらあとは私が頑張る番。みんなとの冒険で何をすべきか。どういうことだ。なんかまだ問題があんのか。さっき言った通り、残り半分のこと、私、アディオを止める。アディオの一族は大昔にこのワフルドで暮らしていた一族なの。ワフルドで？でもワフルドは、まずワフルドのことを話すわ。今から200年ほど前、空にあった島がどうして正解に落ちたんだ。大昔の戦争で島は正解に落ちたの。戦争？空の上で？ええ。200年前、この島は謎の軍隊に襲われた。島を守る戦士たちは強く、襲ってきた敵戦士たちは敵の正体を知るために追っていった。でも敵の別の軍隊が戦士のいないし、シャボンを壊して住民ごと島を正解に落としたの。ひでえ話だな。島の外に敵を追っていった戦士たちは帰る場所を失ったわ。その戦士たちの末裔がアディオなのね。そう、彼ら。そしてアディオは見つけたのね、自分。でも嵐を越えてワフルドにたどり着けたのはアディオ一人だったの。これを見て。アディオの手配書じゃねえか。懸賞金20億943万ベリー。アディオ、すげえ！俺もすぐにそんくらいの額になってやる。ルフィ、落ち着いて。普通そんな額にはならねえな。アディオは何をしやがった。私にはよくわからないけど、四皇とかいう人の仲間を倒したから
海軍に追われているんだってアディオは言ってた。よ、四皇？誰に手出したんだよあいつ。友達が殺されかけたからと言ってたわ。世界中に散っているのは海軍や四皇から逃れるためだって言ってたわ。ワフルドには神の息吹があるの。神の息吹？古い王国神殿や禁じられた歴史書などにその名前を見ることがある。ワフルドを囲む嵐は神の息吹によって生み出されている。アディオは神の息吹を操り嵐を止めようとしてるわ。神の息吹とは嵐を生み出す装置なのね。そうで、神の息吹は火、水、風、神、だからとても危険な装置なの。どんなにアディオが強くても無事では済まない。過去には神の息吹に触れたために風の刃に引き裂かれたり、荒れ狂う雷に焼かれてしまった人も。怖え。火、水、風、雷、俺たちが。その火じゃないわ。巨像は神の息吹の力をわずかに。アディオはそんな危ねえもんに手を出そうとしてるのか。巨像は神の息吹を守っているの。巨像を止めないと。神の息吹が祀られ。アディオくらい強けりゃ俺たちに頼らなくても巨像を倒せるんじゃねえか。ダメなの。巨像を破壊した者は敵とみなされ、神の息吹への道が開かない。そういうことでしたか。つまりアディオは世界中に散った一族と共にワフルドで暮らすために島の結界を解きたいのね。そのために危険な神の息吹を使おうとしている。うん、そう。今まで私はアディオの夢を叶えてあげたいと思っていた。私もアディオやアディオの一族とこの島で暮らすことを望んでいたの。でも。でも？お前はどうしたいんだ？アディオに死んでほしくない。この冒険で気がついたの、私が何をすべきかを。アディオの夢を叶えるために今はアディオを止める。そうだな、お前がそう決めたんならそうすりゃいいじゃねえか。アディオもきっと分かってくれるさ。すべてうまくいったらアディオも一緒にワフルドで宴をしよう。おい、リム。リム？リムさん、返事をしてください。何が起こったんだ？リムが消えちまった。待って、待て待て、リムがいなければ俺たち現実に戻れねえぞ。最後の戦いが幕を開ける。それは世界の運命さえかかった小さな島の大きな闘争。アディオ、私は。辞書、その手につかむもの。やっと来たか、バスターコール。
軍事任務を中止して基地に戻れだと。冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえっていうのに。まさかバスターコール、セフは神の息吹もろともあの島を消す気か。目標、ワフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。フルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。なあナミ、どうしたの？俺思い出したんだけど、初めて思い出の旅に出た時、リムが言ってたんだ。あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃあ、あのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちまったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、あたしたちまでバラバラになっちゃったらどうするの。もし壊れでもしたら何が起こるか。頼むぞ、のビスカラー。なんだ、簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。ふざけんじゃないわよ、あんた。戻れたからよかったものの。思ったじゃねえか。それはね。何が起こってんだ。ありゃ海軍の軍艦じゃねえの。あの軍艦、火力、当然、まさかバスターコール。どういうことだよ。なんでワフルドにバスターコールが。このままでワフルドが沈められてしまうわ。何なのあれ、雷が軍艦を攻撃してる。そんな不自然な落雷見たことない。何、塔の光の方はリムさんが話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね、よかった。匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞ。リムが心配ね。私たちも行きましょう。